今見えてるのが超大型モンスターエアロバットよ。そう、体格は大きいけど、ウキエビなどの小動物しか食べないの。飛空艦を見つけても大抵は一定の距離を保とうとするわ。こちらから仕掛けない限り攻撃してくることはない。これをペットに？まず1000万ヘクタールの土地を用意しないとね。まあそこまで大げさじゃないわ。ただこいつらの真下にいるのはおすすめしないわね。でないとヤバい液体にまみれることになるから。おやおや、発言がますますエスカレートしてるぞ。ちょっと待った、この ID まさかお父様？ちょっとお父様、これ生配信なのよ。そういうのやめてよね。どうだ、生配信で8万人相手に晒し者になる感覚は？はあ、それとよ、盛り上がってるところ悪いが、帝国の電波が届くギリギリの範囲まで来ちまってるぞ。みんなごめんなさい、まもなく帝国の魔導回線のカバー範囲を離れるわ。残念だけどしばらくのお別れよ。それじゃあまたね。さようならみんな。さようならお父様。さてと体を動かしに行くわよ。武器忘れんなよ、部屋の左の箱じゃ。武器を忘れたみたい。武器を
太っ腹だな帝国軍も。任務中の配信を許したな。目的地に着いたら戦闘シーンを配信しようぜ。フォロワー爆増間違いなしだ。どうかしらね。可愛い小動物が相手だったらチャンネルが封鎖されちゃうかも。
の訓練はここまでにし、ずいぶんと余裕じゃねえか。もうすぐグランドストームに突入するってのによ。心配しないで。このストーム号はライリの傑作なのよ。グランドストームを突破す、ほう、隊長、見てないよ。グランドストーンを突破したお祝いに。それは本当ですか？助かります。分かったわ。来たぜ、鉄板逃げたグーグー鳥探し。グーグー鳥が面倒な場所に置かれてねえといいんだが。ということはグーグー鳥を差し出せば何かしらのアイテムが手に入るってわけね。じゃなきゃ彼の料理に苦情を入れてやるわ。
さと捕まえちまえ。わかるぜ。ありがとうございやした。これで艦長に怒られずに済みやす。早く処理しておきなさい。食肉になればどこにも逃げられないでしょ。確かに。いところで、はい、どうすんだこれ。ああ、わかれば。エルザ少佐、至急司令室へとお越しください。どうしたのかしら。司令室へ行ってみましょう。やったら船から放り出して。はあ、わか。司令室。そうですのね。はあ、羨ましい。シアラさ、あれだけ息のいい体を欲しいままにしてやがる。ふん、私の頭上が気に食わないらしいわね。生命力に満ちた体、少女の息吹、すべすべのお肌、あの手。おいた。いった。通覚はまだの。こんな暴力女。あいつのお前への態度ちょ。おっとばかりおかしくないか。そう、別におかしくないわ。私、人に好かれるタイプだ。しました。何してたんだ。待ってたんだな。申し訳ございません、少々手間取りまして。まあいいんだな、席に着きなさい。はい艦長。カール教授、もう一度今回の作戦計画について説明してもらえるんだな。よかろう諸君。スクリーンを見たまえ。周知のように我々を隔てる壁は下方のアシッドフォグエリア、情報のライトニングエリア、そしてグランドストームを間に挟む天を貫く2層のリバースロックによって構成されている。今現在においてレベル9の強酸と落雷に耐える飛空機は存在していない。つまり我々が達成すべきは正面突破に他ならない。そのために
私とライリは10年もの歳月をかけこのストーム号を完成させた。より頑丈なボディと高い機動性、そして高度な探索能力に加え、岩を粉砕するディスラプター砲を多数搭載したことで、グランドストーム、知っての通り14年前グランドストームの突然の大爆発によりアドバンスキャニオンは隔たれ、我々多くの証拠がアドバンスキャニオンを抜けた先に新たな世界が広がっている事実を物語っている。我々はリバースロックに。カール教授、一つ質問が。話した。ピアース派についてはどうお考えですか？帝国ではとある一派がある。彼らには別の目的があると思うがね。未だに帝国アカデミーがリバースロックの各エリアの構造と厚みを把握できて。なるほど。さてと。おお。グレーニー、あなたの腕の見せ所ですよ。任せろ。エルザ、ディスラプター砲の操作を頼みます。了解。迅速前進。達成したぞ。やったー。よくやった。みんなお疲れ様なんだな。グレーニー、あなたいい腕してるわ。90点。
大台を一つダメにした。ん？区長、右側に未確認生命体が多数接近。映像を接続します。これは図鑑には載っていないモンスターだわ。どうやらカラルの亜種のようね。先方からの攻撃を確認。高エネルギー源が飛来してます。全艦レベル1戦闘配置。状況は？モンスターはさほど強くありません。なら持ちこたえて。了解です。敵を片付けるわよ。
壁に亀裂が入って